ナナカマド属はバラカノ属の一つ。世界中の温帯を中心に広い面積に分布する。落葉鉱木、または低木で多くの種が白、黄、赤色の果実をつけ、商業利用されている種もある。ヨーロッパから北、アジアまでを原産とする西洋ナナカマドが最もよく知られる。日本にはナナカマド、ウラジロナ,ナカマド、高根ナ,ナカマドなどがある。 200種近くが含まれるが、その多様性ゆえ、ナシアカではなく、シモツケアカに分類すべきとされる種がある。また、この属の多くの種が、ホワイトビームやローアンといったア族に分類され、これらを属に格上げしようという議論が近年、なされている。さらにアポミクシスの種が多く存在することも、状況を複雑にする要因となっている。葉が似ており、英語圏での通称の一つである。 マウンテンアッシュから、トネリコ族と混同されることがあるが、禁煙ではない。他にサービスツリーという呼び名もあり、これは学名のソーバスを由来とする。同じ、バラカで、禁煙のザイフリーボク族にも同じ呼び名が広く、使用される。ジャム、ゼリー、酒の香り付け等に使用される種がある。また、イギリスでは魔ヨけにされる。フィンランドの伝承に基づく彼ラには、 7か窓の焚き木で占いをするくだりがある。ホワイトビームア族、あずきなし族アリアとする場合もある。ソーバスアリアの花ローアンア族、ソーバスグラブロシェンズの、白い果実コーモスア族、トーメネリアア族、チャーマメスポラスア族その他、ア族間の交配種が多く存在する。ありがとうございます。